こんにちは。本日も沢城吉行さんに来ていただきました。どうも私ともお邪魔します。はいえっとこのプログラムに参加させてもらうようになってから、はい、いろんな現場に行くと、はい、例えばミュージシャンの方。はい、それからまあ、音楽関係のスタッフの方が、はい、見ました。よって。うん そんなに面白かったですかって言ったらいや面白かった面白かったって言って何て言うんですかまあ勉強になったって言ってくる人までいてんこんなオタクな内容なことを <laughs> あの二人でコツコツやってたことをみんながこんな楽しみにねあのご覧になってくださってるっていうのはちょっとびっくりしてるんですよ、うん、嬉しいですねだか,だから今はもうですね YouTube 音楽界 YouTube 界ではですねもうシノちゃんかフワちゃんか <laughs> アクセス数でしょ沢山パワー<え>かなりありますからテーマが 結構面白いのかもねあーそうですかね、うん、それもありますよねでは今回は今回はですね、うん、前回あのダイナコンプのそうでし動画をお送りしましてそ,しその最後に予告をちょっと僕、はいうん、福島市って言ってしまったんですよねなんつったっけ沢ワさんの、うんえー、所有している弦楽器すべてを持ち込んで撮影しましょう言っ,言ってたけど <laughs> そうそうちょっと 手が足りないし一日じゃ済まんな、うん、まあ並べて終わっちゃうかもしれないですね並べて終わっちゃうかもね,ねそうだねだったら、はい、ちょっと趣旨を変えまして今回は、うん、ハムバッカーピックアップ搭載ギターそう,そうねまあ多分まあ長年このお仕事させていただいてますけれども、うん、ハンバッカー付きのねギターを持ってるっていうイメージは多分まあプロデューサーの方アレンジャーの方、うん、同業の方ほぼ そうういいイメージはなですね言われたことないし「レスポール持ってきてね」とかあんまり言われないしこれ一本ずつちょっと紹介していってもらいたいうですね。はい。えっとじゃあ「俺もハンバーガー持ってんだろぞ」編ですか今日は。ではまずですね サワさんの隣に置いてあるグレッチから紹介してもらいたいと思うんですけどもはい今気がついたんだけどこれこっちから入手した順番に並んでるかも並んでますかうんはははこれから順番にあよかったそうでまあしのうちゃんから <laughs> えっとハンバッカーの搭載された楽器の話しましょうよなんていう話、はい、えっとね連絡を受けてこれ,これちょっと頭になかったんだけどこのグレッチ君もハンバッカーなん、ね、フィルタートロンですよねピックアップねねそう、うん、でこれはね僕らの ようなあのアメリカンロック全盛時代にそういう音楽聴いて育った人間にしてみるとやっぱりフェンダー以外で次に欲しいのは、まあ、と特にあの、まあ、僕の趣味もあるんだけれどもやっぱり、ねね、<ー>それこそイーグルスのメンバーもそうだしあうまあ古くはそういうあの、まあ、ロイオービソンや何やら古い60年代のそういうロックンロールでもあの、うん 使われてきた楽器なんで、んまあ何よりチェットアトキンスさんというですね、すねギターの神様がい,、うん、いましたけれども、彼がですね、まああのこの楽器を広めたとも言っても過言ではないし、これも一応チェットアトキンス、そうですね、ナッシュビルモデルっていうんですよ。すね、あのクイチニーゼロ自体がこのチェットアトキンスのために開発されたみたいな。 そううことなんだよね。あわかりやすく言うとちょっとロカビリーっぽいとかあと、うんまあ、カントリーっぽいものを弾くのに適してるんで、うん、やっぱりカントリーロックで最も成功したバンドのイーグルスがねこれを使ってるのは、うん、あのまあ主極当然のことってや当然のことなんでしょうけどとにかくこれ手に入れたのはね渋谷の楽器店だったと思うけどもプロ、はい、になってこういう、えー、スタジオミシャンみたいなのを始めて、うん、少しちょっと。 あのギター買えるかもぐらいのお金の余裕が出てきたときに、まずフェンダー以外で最初に手に入れたのがこの子だったわけですよ。<ー>うん。うわあ、俺が惜しかったやつだと思って手に入れたんですけど、まあちょっと後であの弾いてみますけどね。はい。これ何年でしたっけ？これなんかね、六十七年らしいんですよ。当時そんなにお高くなかったです。あ、八十年代。うん、まあ、そうか。そう、まあその頃。 多分グレッチ欲しいと思う人はブライアンセッツァー好きな人ぐらいかなそうですよね。<laughs> 絶対そうですよね。そう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 ,そうンン、ね、ちょっとね、90年代にやっぱり彼あのあのね、ストレイキアツってバンドで、はい、あの活躍してたんで、あとなんだろうな、まあネオロカビリーブームみたいなのものそのあったりもするんで。僕はそっちの世代ですね。どっちかっていうと。でしょ？うーえっと買った時にはついてなかったんですけど。はい。 クッション座布団が付いております。座布団と座布団と言うんでしょうか。まあこういう風に外れます。ね、外しちゃっていいんですか。外しちゃっていいです。だから買った時きはなんかキャプテンアメリカみたいな。そうそうキャプテンアメリカ外してたんです。だからなんかこの辺の中修理する時はここ開けてここに穴開いてるんで。便利は便利です。ね、そう買った時なかったんです。なかったんです。それでえっと九十年代の頭にですね、あの渡辺美里ちゃんのレコーディングで。 えと海外からちょっとプロデューサーを呼ぼうということになって当時ちょっとブーム日本でもブームになってましたけど ELO って、ねうん、元エレクトリック・ライト・オーケーストラのリーダーのジェフリンさんという人があの自分たちのヒット曲もさることながらいろんな人のプロデューサーをやって結構成功してた時期で、うん、最初ジェフリンさんに声をかけたら、はい、俺はちょっといけないけど俺の相方のエンジニアのリチャード・ドットっていうのを。 と一緒に仕事ししててててみてはどうかって言われたらしくてそのリチャードさんがとにかくしばらくギタリストだけ呼んでくれと2二人でいろいろ作ってってそれで後でいろいろそういうやり方をしたいって言われてでリチャードさんとも仕事してていろ、まあ、んなことを教わってたんだけどここはグレッチだよなと思ってこれ持ってったんですよスしロ、おおさすがだね」とか、ね「うこのパートはこの楽器がいいかもしんないね」とかって言って録音しててうこうやってポッと置いたのね、はい、そしたらリチャードがあれ って言って「ここクッションどうした?」って言うだけ <laughs>「最初から買った時からなかった?」って言ったら <laughs> いやいやそれはこうもう本当はあるの知ってるかって言うから「はい、知らなかったんですよね」ねいやこれなんだろうなと思ってたんだよ」って言ったら「分かった」っつってあの来週1回アメリカへ帰ってもまた来週戻ってくる時に。 俺が手に入れてきて、やる人プレゼントしてくれて。ええー、そんなエピソードがあったんですか。そ,れそうそう。で、よかった、ついに完成だなとか言っちゃって。<laughs> これで正しいグレッチだって言って。よく手に入りましたね、だけどね。だから、その人ね、ナッシュビルに住んでるんで、もうナッシュビルなんか、ってもうカントリー系の。もの、何でも手に入るんで。<ー>それで、帰った時に、ね、プレゼントしてくれたんですけど。で、なんで、これがあるか。はい。これがね、その、これもリチャードに聞いたんだけど。 昔こういうのをさ弾いてるアーティストってさアーティストってか歌手の人とかさはい、はい、ミュージシャンってさあのいわゆるこうカウボーイハットかぶってさ、うん、そういうなんか、えー、と馬に乗ってきそうなさ格好してそういう人たちのファッションってここにでっかいバックルルのベルトしてるじゃん、みんみな。なるほどそうするとどういうことになるかっていうとバックルがここに当たってここに傷がついたら穴が開いちゃうんだってそれを防ぐためにこれができた。 フレッチらしいですね,ね。ね、アメリカンな話でしょう。そうなんですよ。そういうことらしいんでございます。まあ、でもね、僕、断ることに使ってるし。それこそ、竹内まりやさんが、あの、まあ、ね、ぜまあ、今、最新作になるのかな。あの、タンテーブ部の中であの、センチメンタルシティロマンスのメンバーと。えっ、ー、と、イーグルスのカバーとかやってるんですけど。 その時はもう大活躍ですね。まあセンチプラス僕クみたいな場で、ええこの久坂君の時はもうこれ大活躍。じゃあ早速はいサウンドの方をちょっとじゃあ特徴的なあの音をあとか機能をじゃあご紹介します。はいええとですねまずは、えー、ちょっとカントリーっぽいスタイルの。 では、えー、次に、実はこの楽器にはここにミュートあの、弦をミュートする機能がついてまして、これをガチャッと上げると、ここに弦が、なんていうんですか、フェルトみたいなものが触れるようになってですね、えー、何もしなくても、こういうあの懐かしいオールディーズの中での、えー、よく使われる、弾かれるフレーズがですね、ここでミュートしなくても作ることができます。 まあ、ただちょっとピッチがね、あんまり良くなくなってしまうのが多分に傷でございます。えー、っと、次に、えー、あのー、まあ、比較的カリッとしたサウンド。まあ。こういうあのサウンドが、えー、グレッチの、えー、特徴と言われてますが、実はですね、このピックアップのセレクションを変えると。 いわゆる昔でいうとこのウーマントーンみたいなこういうこもった持ったサウンドも得られることができます。これはよくあのクロスビー,ストリー,スー・スティーブンス＆ナッシュの頃のスティーブンスティースがこの音色をよく使ってますね。えー、まあ、このギターはまあ割り比較的クリーンな音色で使われることが多いですけれども、えー、まあニールニュージングに代表されるようなちょっとグランジーな歪んだサウンドも なかなか、えー、かっこいい音色を、えー、作ることができます <music> そして最後に、えー、ブライアン・セッツァーなんかでおなじみのロカミロカミリ調のサウンド <music> 続いて、うん、次はビゼンワークス最も最近手に入れた、はいえー、楽器もう2年ちょっとになるかしらえっ、ー、とこれたんだよ、ね、まあそうですね、うん、僕が間に入って、うんはいろ、はいろ、ね、材木を選ぶところからな。そんなこんなでちょっと作ってみませんかって話をしのちゃんがまとめてくれて、うん、で備前、まあ、っていうこの、えー、と新しいメーカーはあれですよね ゼマーティスそうです。作ってた方なんでしょ工場長だったっていうらしいですよあ,<ー>あ,あすごいのがですねまあ、なんと言ってもハカランダをふんだんに使っているわけですよ持ってたんですねいいものをあれはワシントン条約で今入ってこないものなんですよいやもともととにかくハカランダを使った楽器はイコール高価な楽器ですねそうですね、はい、なのでもうそのゼンにも今あるハカランダを使ってしまったらもう作れないらしいんでハカランダ それでもこれ芝んなんか5枚ぐらいの中からですよね。そうそう。沢山選んでそうそうそう,そうんんもうあのもうちょっとこうしてほしいとか、ええー、まあこのポジションマークもどうしましょうかとかまあいろんな話をしてああのちなみにあのえっ、ー、と個人情報ですけどえっ、ー、と12フレットのこの丸はこれあの ス、えー、ケの家紋でございます <laughs> 12フレットに入れましたね <laughs>、はい、入れましたます。はいはい。これ結構大変だったんですよ <laughs> これあのもし何回の間違いであの売らなきゃいけない時が本的にてレスポールスケールでなんですけど。 このスポールとフェンダーの間ぐらいのが基本なんですけど佐々木さんそれだとちょっとキュっていきすぎちゃったりする可能性があるんでオービーしちゃうそ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 れが嫌だっておっしゃってたんでじゃギブソンスケールにしてくださいっていうふうにしたんですよねなので以前にはないスケールギブソンスケールにわざわざしてもらってるこの子たちと一緒ってことですかねそうですそうです まあ,あと正直何だろうな本当に質のいいヴィンテージのギブソンを手に入れるの今難しいじゃないですか金額的にいい、ね、それを考えたらもう皆さんこれいいですよはっきり言ってこういっちゃうんですけど、えー、とい今のギブソンよりこちらを<あ>私は本家よりも,もう間違いなくお勧めします。あんまり使いいい勝手がいいんで えと意外とですねあのもうすでに現場であちこちで使ってて使ってますよねはいもうレコーディングもライブもえでも最近活躍しております<ー>はいえっとそうですね、あのー、昨年の矢野あさんの、えー、とアルバムそれからこの前ね達郎さんのレコーディングでも使っちゃったあ<ー>そうそうそうそれはうそうそ、んあのー、うそ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 うか,とかどうそ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 ううそうそうそう あのたぞさんと相談するじゃないですか。はい、その時にまあいろんなもの対応できるようにと思っていくつか何本か持ってったんだけど、あこれがいいかもと思って弾いたらまあすごくフィットして、うん、今もう録音が基本もうどこの現場も100%プロデュースでしょ。うんはい、もうデジタルじゃないですか。はい、現代レコーディングに合ってる。うんうん、なんかね、うんうん、収まりがいいっていうかお遍中とかでのあのだから扱いやすいんでこれからもちょっと 使っていくことになると思います。坂本さん、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。あと、ここね。これ、はあ、なんかさ。ソーエスポールより引きやすく。ハイポジションが。なって。ああ<ー>、うん、裏が削られてるんです、ねそん。そうなん、そうなん、そうなん。う,なんうん。では、なんか、あの。やっぱり、せっかくギブソン持ったら。あの。最高音いきたいじゃないですか。<laughs> うん,なん。うん。難なく。 いいよ、これ。これ、皆さんもどうですか。<laughs> いや、欲しいんですけどね。これねああ結構お高いんですよ、本当は。ああね、そう、ただ、一個だけ、僕が、はい、えっと、まだ慣れないことが一つあって。でしょいや、か、可愛い,いデザインだし、これおしゃれだなと思って。つまみ、こういう形にしもったんですよ、これね。はい。あの。僕、フェンダーストラットキャスター。 ボリュームのとことかのとととここか、うん、数字が振ってあるでしょあれ結構目安にして弾いてたんで一応ねギブソンの「レスポール」にも、ね、のつまみにも数字が貼ったんですけどこれねポツンポツンってこうドットがあってこれであの、えー、となんか表現してるっていうか、はい、だから、えー、となんかこう感覚的にヒュッて「今3個ボリューム3つ下げた!」とか「トーン3つ下げた!」とか。 それがねちょっとねまだわか慣れてないのよ。それのぶもあれですよ手作りですよ。そうなんだね。だからなんかさここ変えてって言えなくて、数字入れてもらう。数字難しいか。入るかな。入ちょっと相談してみましょうか。今度それすみません相談させてください。いやいやじゃえっと早速音の方なんですけど。素晴らしいキャラクターをちょっと紹介できるような触りだけでもちょっとしたフレーズを弾いてみましょうか。お願いします。はい。 作っていただいた備前ですけれども、えー、ピックアップの、えー、それぞれのピックアップの音をじゃあまず聴いていただきましょう <music> まずは、えー、リアですねフロント <music> そしてそしてセンターうん。 まずはディアの方から <music> えー、センターえ <music> では次に、うん、ギブソンレスポールデラックス、はい、これねこの子、これもうあのグレッチ買った直後ぐらいですぐに買ってます。おお、あの、まあね、はい、お金稼げるようになってきたんでますね。いやだそうですよねこんな。それでまあとにかくあのいろんな現場に呼んでいただくようになって、まだからアレンジ業とかプロデュース業とかやる前ですけれども、やっぱりハンバーカー持ってないと。 なあっていう、はい、あってあここは本当はもうちょっと太い音で弾、えー、い,いた方が良かったのかななんてことを思って探し始めたんですよ。はい、確かって言って<ー>で僕ねスモールハンバッカーのレスポールっていうのがあることを知らなかったのでそれで紹介されてそのこれ置いてあるお店に行ったらあっ 小さいハンバッカーなんだっ,つって、うん、でなんかもうスモールハンバーガーっていうのが、まあ、ん60年代70年代69年ぐらいか、はい、からギブソンが作り始めてオールマンブラザーズのリッキー・ベッツっていうギタリストがあの使ったりしてるよなんて聞いて、うん、だから、あのー「ちょっと弾いてみたら?」って言われたらすごくいい音だったんで,、うん、でしかもこれだから。 多分これも二三十万で買ってんじゃないかな、当時。十、えー、年代の。今はそうそう、人気なかったの、この楽器だからやそうそううあの、う,ね、うん、あの本数が多く、あの作られてるわけでもないんだと思うんだけど。とにかくやっぱ、まあちょっとこういう、ね、五十年代のとか。六十年代の、あのみんながよくしてるレスポールとはちょっと。風、風景も違いますしね。<ー>でもなんかゴールドトップだし、いいよなと思って、基本的には。 ストレートとこれで、えー、行ってましたね仕事2本あれば絶対大体のことに対応できると思って、はい、で実際そうだったんでだからね僕は80年代後半のいろんなセッションでは結構弾いてるこれ、うん、あのそろいですねやっぱりサヤさ,さんのストラットはいいよなっつって「いやこれで弾いたんだけど」みいな時あったりなんかしつつそれだけやっぱ抜けがいい音なんでしょうね。 あの銅が下の方がね。ダブつかないの？あんまり余計な量が出ないんだよね。それも良くてあのだからなんだろうな。えっと。それこそえっと持ち替えた時にもそんなに音色を大胆に変更しなくても、はい、えっと意外とあの変だから、ひゅっと持ち替えてもそんなに、はい、あの、えー、違和感がなく、自分に軽くいらずだと思うんだけど。 トーンコントロールとボリュームコントロールで結構多彩な音が音作りが可能なんですねだって僕ね、えー、とこの楽器っていうかデスポールも結構トーンとボリュームいじるかな触るかなそれですごいあのいろんな変化、えー、音色変化させることができるんでこういうエフェクターでこうやってやるよりなんかここで十分いろんな色彩感を作り出すことができるなと。はいはい 思って今でも大御所ギタリストってここで作るっていうイメージがあるんですよ本当ですか近場で何とかしちゃう <laughs> <laughs> 若手のギタリストも、ね、ちょっとここを、うん、こ,うここで作ってほしい、ね、あ,あまりにもエフェクトに頼りすぎないでそうだねちょっとこっちをしてし、うん、物のない時代だから、ね、<laughs> ないろん,、ね、<laughs> んなもの便利なものがなかったから <laughs> 特徴的なのがピックアップにロゴがギブソンと書いてんだよねギブソンのロゴが書いてあるんですけどうん、うん それその年代の、えー、だけらしいですよ。あ、そうなんだ。はい、はいはいはい。これはまあ、あの、他の木もそうですけど、あの消耗品は僕は、あの、かまず。フレットも近いちゃうし、バンバン買えるタイプですけど、本当にこういう大事なところは一切いじってませんね。うん。<ー>あとボディがこれ。はい。あのパンケーキって言われて、挟まってるんですよね。うん、あの、あ<っ>メイプルが間に。ここね。そう、マホガニー、マホガニー、マホガニーの間に、細い、薄いメイプルが。 それもあ,そ,あそうなんだ、はい、それサウンドの特徴だろうねきっとね、うん、このサウンドの,あの意外に活躍してるあの皆さんが「あこれ澤瀬さん弾いてるね」なんて思った中でお「これはギブソンのサウンドだな」と思ったら意外とこいつのことが多、はいです。 えー、スモールハンバッカーのなんかサウンドの感じをちょっと、うんえー、聞いてみてくださいはい、はい、お願いしますはいまずはリアの音を聞いてください <music> それから、えー、フロントです センターでは歪んだえー、だどうなるか歪んだ時の音色も聴いていただきます。 から、えー、センターフロントですねでは次に「イ、はい、ブソン ES 三三五」。 はいこれはですねもう思い出深い一本なんですけれども、はい、え手に入れたのはえー、っと90年代のですあのえっと昨年あの16年ぶりだかでニューアルバムを出させていただきましたけど「山元をや一緒にやっている小倉宏和さんとですね「山元を結成して、えー、っとよしこれから2人でやっていこうってことになった時に、うん、オリジナル曲をやっぱ作って やってここううじゃないいかということで、はい、まだその都内でライブは12回やってたんですけど、はい、まあオリジナルの曲が少なかったんで合宿しようって言ってそれでニューヨークマンハッタンにあるだから今でいうウィークリーアパートメントみたいなホテルより安くて自炊しながら生活できるみたいなところにかいニューーヨクにたんですそう2人で2人と当時の,あの僕のアシスタントかなと3人でえっと。 2> 2週間ぐらいだったかな借りて、はい、それで、まあ、知り合いもいたんでそ面倒見てくれてそこに行ってたんですよ、はい、で,でもやっぱりそれ、まあ2人でいろんな曲作りながらいろいろやってたんですけどやっぱせっかく来たし、はい、楽屋行きたいじゃないですか。んそんであの48丁目の楽器屋街とかもいろいろ回ったんだけどせっかくだったらせっ、まあ、アメリカ三大ヴィンテージギターショップ、えー、ロサンゼルスのノーマンズ。 ナシビのグルーンもう一つがニューヨークのマンドリーンブラザーズ、うん、ここ行こうよって言ってでまああのーまあ、実は少し前にあコロナのちょっと前だったかな、あのー、お店なくなっちゃったらしいんですけれども、うん、とにかく場所を調べたわけですよ。じゃどうもこれあの フェリー乗っていくみたいよっつって。フェリー。そう、あのー。は、まあ、えっ、ー、と、マハタンから、あのフェリーが出てて、そこで。スターテンアイランドっていうところの。島の中に、まあ、ちょっと、いわゆる、こう。住宅地みたいなところに。はい,はい。そこにあるらしいっていうことがわかったんです。<ー>それでフェリー乗って、えー、行きました。島に着きました。うん、で、そこから、なんか、なんとかっていうバスに乗って。 テレジェクスメーカーのところのまんまやるから」って言われてそれで行って「おおここか」って言ったらなんか一軒家の楽屋さんでで入ってってまあ二人でまあ買うも買わないも関係なく遺 <laughs> てつ片ってしかい言ってたんだよ僕じゃあちょっとちょっとちょあといいいといくらうわこれ高ーとか言いながらやってたら店主が出てきて僕からで「でお前らプロだろ」って言われて「そうそうです」っつってプロ「音楽の仕事してます」って言ったら「ちょっと待ってろ」って言って。 で裏の倉庫から、うん、要するに展示してないものをいろいろ出してきてくれたわけえ<ー>その中にあったんですこれがそれでそしたらなんかシンセサイザーのでっかいシンセサイザー入ってるみたいなものすごいごついケースにが出てきたから <laughs> なんじゃこれやと思ったら、はい、いわゆるまあえっ、ー、と向こうのプロのミュージシャンが使う用のフライトケースがんちょうなやつ<ー>当時のそこをがばっと開けたらこれが入っててああ、うん でオグちゃんはもう当時からーさ335持ってて奥、はい、ちゃんはどっちかっていうと335プレーヤーだったからがメインの楽器だったからこんなの見たことないって言ったらだろうって言って,てそれでその人が実はえっとこれは1961年ーパフドットの年です。ドットポジションののの年ですよねものなんだけどえっと前の持ち主がなんかちょっと洒落たイン印ーにしたいって言って。 一番にこういうことをしてしまったので安く売れるよって言って当時からまあまあいわゆる百百万台九十年代のとこマだったらもうナスだと思うんだけど確かねすいません六十万ぐらいで損失<あ>日本円にしてなでなんで,ですかう五六十万で損失元で奥ちゃんが絶対買った方がいいって言って買っ,買った方がいいですそうそうそうって言ってそれで確か明日もう一回来るって言ってお金おろしに行ったんじゃなかったかなあー それでただもう,、えー、ともうなんだろうな、えー、ともう一本その時手に入れたのがまあ、えー、とそれこそ90年代あの山間の初期のメインギターになるテーラーのアクセスギターと、はい、当時まだテーラーって日本に入ってきてなかったからああ、ね、向こうで「何だろうこれ」って言って弾いたら「いいじゃん」って言ってそれで、まあ、テーラーだから僕はその時 えと山元の、えー、ニューヨーク合宿でですね、えー、これと、えー、テイーラーのアコギを手に入れまして、はいはい、で帰ってきたわけですけどまあだから買った当初は、えー、とあのそれこそん全部の現場に持って行っててましたねなんか弾いてみたくてうん初めての三三五ですから、はい、すぐに、えー、とい慌てて楽器屋でいろんな楽器屋回って探したのがこれ。 しののちゃんの世代知らないでしょ慌てて,て,てもうね <laughs> いやいやこれあのね「オレンジスクイーザー」っていうあ<ー>ダーン・アムストロングのねああのまあ、リミッターみたいなものなんですけどいういう聞いたことありますねあのまだねフュージョンがクロスオーバーと言われてた70年代の半ばにはですねあの三3五が、まあ、最も、えー、と日本でも世界的にもあのブームになって、はい、あそういう音楽にはこの楽器もいいじゃんかってなってた のはなまあ、これを使っているプレイヤーがおあの人気ギタリストが多かったっていうのもあるんですけどそういう人たちね必ずこれがついてたらこ,ッッこ,こういうケーブルさ刺してパッとオンにすると、はい、えーと、えー、リミッターみたいなこうコンプレッサー効果を得られるという、ね、<ー>本体にかましてしまうエフェクターというのがあってもう,もうすぐに俺探してこれ買ってこうやって <laughs> 奥ちゃんに見せたらもう。 大爆笑したて今90年代だよって言われて <laughs> <laughs> 一回やってみたかったっつって言ってやったことがあったんですよね<ー>まあそんなまあこれはともかくあのやっぱりあとはやっぱブルースマンが使えますよねあのいわゆるブラックミュージックの人たちはこういうセミエコのねギターを使ってることが多いんであの意外とこの子も大活躍しますね<ー>。あとはは、なな、んだろうな僕は いわゆるエピフォンとかの,あのビートルズが愛用意してた楽器をあまり持ってないんでああいう,こうブリティッシュ系の,ほらあのビートルズってあのカジノとかいじゃないですか、うん、そういうあのサウンドを作る時とかにもまあそうこそエリック・クラフトも昔ねこれやったし活躍するんでやっぱり一本持ってると、うん、あのすごい あの役に立つんだなーって、あの手に入れてから。これはもう、手に立つなんてもんじゃないぐらい、ね。そうなんですよ。はい。あの、ちなみに、その、で、ものすごい重いケースに、先ほどした。フ、はい、ライトケースには、うん、えっとね、アトランティックスターっていう、うあの、動画が書いてあって。はいはい、で、だから、あの、まあ、あのいわゆる、アランドヴィングループのアトランティックスターの、はい。 ギタリストが前の持ち主だったと思われます。ああ、まあ推測ですけど可能性はかなり高い。そうそう。あのこんなヤマチャは少なくともこんなケース持たないそうですよね。そうわざわざツアーのためにそのそのケースを作ってるんで間違いないと思うんですけど。そうですね。うん。あまあこれもね、らしい音ちょっとみんなにお聞かせ。ちょっとパフの音ですね。パフの音よ。じゃあちょっと弾いてみようかな。はい。お願いします。はい。 えー、それでは三三五えー、まずはリアピックアップからえっ、ー、とフロントです どうなるのかねまずはリアの音ですセンターです フロントノートです。本日はどうもありがとうございました。いやいやいやまさかあのねハンバッキング搭載ギターの話をこんなにする日が。はいはい 来るとは思いませんでしたけど <laughs> もりました、ねい。いやいや、ああでも良かった。みんな大事に持ってて、あのい、ー、だにみんなね元気になってくれてるんでね、あのー、すごいあのー、イマジネーションをねもらってます楽器からも。はい。次回はですね。うん、特殊弦楽器。高橋さんといえば。<laughs> まあ、いろんなことを器用にあ<ー>、あかれるじゃないですか、現場で。あ,あの、なんか、弦張ったるも見ると、なんか、行きたくてしょうがなくなっちゃう。ああ、そうか。要するに、特殊なもんだけの回。特殊なもんだけど、エレキギター。いーエレキギターは。六本。六本。 あ、弦が本ののやつはなないいねかった何本弦貼ってあるか分かりませんけどもちょっとじゃああまり6本の弦の楽器は今回次回は登場しない可能性が少なくとも普通のチューニングの楽器はないな特殊弦楽器だけにじゃあ以上分かりましたそれだけを持ってくるんだったら多分全部は無理だけど全部は無理だよねそうそうそうはいじゃあ分かりました では、次回、はい、お楽しみに。弦楽器でお会いしましょう。はい <laughs>、それでは <laughs> さよなら。<music>